IOC の決定においてですね、38年大会まで現実的には活動ができないという状況がありますので、これまで取り組んできたこと、結果として残念な結果になったというふうに思います。撤退と、あるいは白紙化ということになると、将来においてもですね、そういったことをしないということになりますので、現時点で先を見通す、先ほどのご質問のように時期を見通すことは難しいというふうに思っておりますが、そういった可能性について将来の目ということを残すという意味から、今日皆さん、立ち止まるということの決定だったというふうに思います。